おーい、ていかこいクラスサブチェクこんにちは、シタインバッハ大学の石川です9月20日から21日にかけてウクライナ軍が多数の巡航ミサイルなどを使ってクリミア半島のロシア軍基地数か所を包括的に攻撃しました セバストポリ海軍基地の国海艦隊指揮所も爆撃されました。今日はこのことについてお話します。9月20日から21日にかけて、ウクライナ軍が大規模な攻撃を仕掛けたのは、ロシア軍が占領しているクリミア半島のロシア軍基地や航空基地など数カ所です。ノボフェドロフカ地区のサーキ航空基地や、 クリミア半島中心部のシンフェロポリ地区や、クリミア半島北部のジャンコイ地区や、そしてセバストポリ海軍基地の国海艦隊指揮所などで爆撃が観測されました。この映像は9月20日に SNS にアップされました。ストームシャドウ巡航ミサイルが上空を飛んでいく映像だとされています。クリ この映像も9月20日に SNS にアップされましたセバストポリ近くのベルフネサドボエのロシア軍基地に爆撃があった映像だといいますこの映像は9月21日に SNS にアップされましたクリミア半島で爆発が起きた瞬間の映像です そしてセバストポリ海軍基地では国海艦隊指揮所が爆撃されたといいますこの写真は9月20日に SNS にアップされましたセバストポリ海軍基地の近くで白い煙がもうもうとたなびいていますこの白い煙はロシア軍が基地を隠すために煙幕を張っている様子だといいます なおロシア軍がウクライナから露獲した1隻の古い潜水艦ザポリージャを除いてすべてのロシア海軍の潜水艦をセバストポリ海軍基地から退去させノボロシースク港に移動させたという情報が9月21日に SNS に上がっています。 つい先日、セバストポリのドライドックで修理中だったキロ級潜水艦と揚陸艦がウクライナ軍の巡航ミサイルで破壊されたため、ロシアはセバストポリが国海艦隊の母港とするにはあまりにも危険な場所だと気づいたようです。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。